Hey guys, welcome back. Today we're checking out some exclusive gameplay from Dragon Ball Z Kakarot, which is coming out next month. Enjoy the video. あ、うん、結構でも距離あるんですよ。おお、なに？始まりました。あ、これレッドリボン軍の残党兵みたいな。おお、早速。これごめんなさい、バーニングアタックです、今のは。はい。はい、はい、じゃあここからも本気で、何人も本気でいきます、ここから。いや、やばい。さっき得したフィニッシュバスターも使いながらですね、ちょっと戦っていければと思います。と、こちらがヒートアップという、自分を強化する状態ですね。このヒートアップ状態になると、パラメーターが上がって、さらに必殺技を連続で出すことができるようになります。予想以上でした。はい、お疲れ様でした。おを使って回避をして、その回避とこの攻撃を繰り返しながら、相手の体力を削っていくというものになっております。先ほど敵の攻撃にこだわったというところなんですが、こういうのデスボールとかもですね、すごい、ものすごく迫力で迫っていく。でかっ、思ったよりでかい。今のデスボール、今操作してるすごい上手い人がプレイしてるんですけれども、はい、あのデスボールもガードを破壊してくるので、今みたいに頑張って避けないといけないんですね。あ、そうなんですね。はい。で特にあとはトランクスの特徴として剣を使った攻撃があると思うんですけれども、はい、剣ね、はい、剣を使うことで相手のスタンゲージというですね、はい、この体力ゲージの下にスタンゲージっていうのは細い線があるんですけれども、はい、あ、ありますね、はい、削ると、はい、このようにブレイク状態となりまして、おー、この状態で必殺技ボタンを押すことでこのように今みたいな特殊な演出が入ります。最後はバーニングアタックでとどめです。はい、かっこいい。ちょっと先足になっちゃったんです。ああ、もう出てますね。こんな雪山みたいなとこもあるんですね、はい、そうですね、こちらははい、うん、ドラゴンボール Z の世界でも北の方にある、はいはい、エリアになっております。それではここら辺ちょっと一旦自由に探索してみたいと思います。はい、なんて寒い村だ、寒い。